さあ、どうしましょう、今日は。今日はもうガツって短くしようと思ってて、なんか、見てたのかな、マッシュショート、なんかすごい後ろが短くて、まあ、いつもやる感じですよね。はい、なんかちょっと、なんていうんですかね、ちょっとこう、キノコっぽいっていうんですか、上は短くして、ここも襟足はもうガツってもう、といて、もうちょっと刈ってもいいぐらいかなと思ってて。トップはなんかちょっと長いのかな、これよくわかんないですけど、なんかちょっとこう、そうですね、ふわっとしてる感じ、ちょっとマッシュっぽい感じ、ショートで、で、カラーは、はい、あの地毛に戻したいんですけど、でもなんか真っ黒も変なのかなと思ってて、なんかちょっと調べてなんか地毛ハイライトみたいなのが出てきて、あの抜きはしなくていいんですけど、なんかちょっとカラー入れると自然になるのかなみたいな、なんか地毛なんですけど、ハイライト入れるの？いや、ハイライト、ハイライト？なんかそう、なんか地毛に、これ元々なんですけど、なんかちょっと入れるとこうやって、全体、ブリーチ使って入れる？いや、ブリーチしなくても別にいいかなって思ったんですけど、なんかもう黒髪に真っ黒だと思ったくて、なんかちょっと芋っぽくなるの嫌だけど、なんか全体には別になんかこうプリになるのも嫌だから染めたくないんですけど、なんかちょっと真っ黒重たすぎずになんか一部だけこう色入れたらどうなのかなってちょっと相談してみたいなって思ったんですけど、どうですかね。抜かなくてもいい、抜いた方がいいんですかね。抜いた方がいい、抜かないと多分抜けないと思うんで、ブリーチ使わないと多分抜けないから。あ、色が、はい、あ、こうなんかちょっとだけ入れるとかだと変、あのブリーチでちょっとだけ抜くって感じ、なっちゃいますかですね。あ、カラーだと変わらないですね。変わらないですか、ちょっとだけこういうふうに、要は、ちょっと抜かないと抜けない、じゃああれですよね、時間またかかっちゃいますもんね、抜くってなると。まあそんなにかかんないですか。それだったらもう一発で、ワンメイクでいけるので。ああ、なんか前みたいに抜いて色入れるとかはしなくて、じゃなくてもう抜きっぱなし。ああ、じゃあそれで大丈夫ですね、それでやってみましょう。そうですね、はい。ってことは、この下ももう地毛っぽくして、あ、もうなんか、あ、そうで、これどうなる、残りますよね。残るから、今回どうなるかなと思って。全然何、まあ、抜いたこと、別に変な風にならないと思うけど。あ、じゃあ、そう、だから、聞いてみようと思う。この残るところに逆に色を入れた方がいいのか、はい、そうやって やるのか、どっちがいいかなと思って。まあ、1回で全部。やってみる、やれるんで、あ、じゃあそれってちょっと状態見て、なんでカラーリングと同じような所要時間ってことでしょうか。そうそうそう、あ、ね、前なんかちょっとすごい時間かかってて、ね、大変だったと思うんです。そういった感じで、そんな感じでもがっつり短くします、はい、うん、分かりました。皆さんこんにちは、美容師の青山です。今回は前回インナーカラーをして、髪型はウルフっぽくね、襟足を長く残したスタイルにされたお客様が、襟足の長さに飽きて、やはり可愛らしくマッシュルームっぽい感じで可愛いスタイルになりたい、そんなご希望でご来店いただきました。リアルなカウンセリングを聞いていただいたと思うんですが、いかがだったでしょうか。お客様がね、もう切ってくださいという決心が固い感じで、私は今もね、カットをバッサリ切ろうと、今回は思い、バッサリね、切らせていただきました。思い切ってね、短くするときはお客さんの切りたいかどうかの熱量を試しながらお話を聞いて、もう本当に切りたいんだなって思った時は、もう手加減なくね、バッサリ切らしていただいてます。髪をね、バッサリ切りたいけど似合うかどうか不安とか、そういったこともありますが、ぜひね、そんな方は美容師青山にご相談ください。きっとね、似合うスタイルになるはずです。それでは、生のお客様の感想です。マッシュ感になって、マッシュと、いい感じ。
とってもさっぱりして、襟足もすっきり、トップもふんわり、マッシュのイメージで、とってもよく似合ってます。美容師青山に髪の悩みを相談したい方は、概要欄の方から LINE で連絡をいただくか、お電話で問い合わせていただいても構いませんので、ぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。